我が名は二雷家内。神域を犯す不届き者たちに鉄槌を下すため、このモンスルームにやってきた。我について、そして海について、何時らは知ることになるだろう。さあ、我と対話する者よ。海の悲しみを、我の怒りをその身に刻むため現れよ。あ、こんにちは、スー子です。ちょっとこんな場に来るのちょっと初めてなんで緊張しますが、よろしくお願いします。スー子とやら、はい、汝が何者なのか説明してみせよ。あ、はい、その言葉より敵か味方か見定めよ。はい、デザイナーのスー子と申します。キャラクターのイラストをいつも、デザインなどをやっておりますが、二雷家内については、監修をさせていただいております。我は何時により今ここにいるというわけか。その言葉に嘘偽りは感じぬ。よいだろう、対話を始めるとしよう。さあ、我の、そしてこの少年の話をするとしよう。はい、ですね、じゃあ今日は、二雷家内の設定についてお話をしたいと思います。はい、こちらなんですけれども、神化前のイラストですね。はい、まずこれ、少年が海で溺れ流れ着いた、洞窟で、偶然、怪獣二雷家内を、発見してしまい、封印を解いてしまった。怪獣二雷家内の封印を解いてしまったというところのストーリーを、想像できるようなイラストを描いております。で、二雷家内とリンクしたことで、人間に汚された海の苦しみですとか嘆き、怒り、そういった感情にこう飲み込まれてしまったという姿ですね。で、海を汚す人々への憎悪で、本来優しかった少年なんですけれども、そういった性格が一転してしまって、人間を排除するための狂気の守り人へとこう変貌した姿となります。心優しかった海を愛する少年は、今は私の怒りを映す入れ物となってしまった。少年の自我はもうかけらもないんでしょうか。一日の大半はその身に憤怒を宿している。だが、まだ少年の心は消えてはいない。少しの間なら自我を取り戻すことができる。さあ、少年よ、久方ぶりに人間同士で会話をするがよい。こんにちは、お姉ちゃん。二雷家内と喋っていたのを見ていたよ。こんにちは。あ、周りのことは見えてるんだね。ねえ、知ってる？クジラの先祖はカバだったんだよ。そうなの？そうなのか。なんか似ている気がしたのだ。すごいな、おい。今戻った。急に戻ってこないで。いやいや、カバがクジラの先祖っていても立ってもいられんではないか。いやいや、ちょっと今どっちがどっちか分かんないわ。細かく入れ替わんないでください。一説によるとね、だから本当のところは分からないんだけど。いや、絶対にそうだと思うぞ。顔が実に似ている。いやいや、これ本当どっちがどっちか分かんないから、細かく入れ替わんないでください。はい、それでは神化前のイラストを見てみましょう。こちらですね。はい、神化前のイラストなんですけれども、静と動の静を表現しております。で、敵である人間を見つけてこちらを睨みつける姿ですね。で、二雷家内に触れている部分が手足から青くなっているんですけれども、こういったところでこう少年がこう感情を取り込まれてしまったところですとか、二雷家内の感情とリンクしているところを描いております。この状態ではまだ完全には少年の心は消えていなかった。だが、我と心を通わせるうちに徐々に意識のつながりは強くなっていったのだ。そうなんですね。人が海を汚したことへの怒りとか、そういった感情に取り込まれてしまったんですね。私も海が好きなんで、みんなが海を大切にできるといいなと思います。なんと、そうであったか。何時は海が好きか。ん？何時の言葉に少年の心が呼応しておる。ねえ、知ってる？テトラポットは商品名で、実はあれは消波ブロックって言われるものなんだよ。ティッシュと同じだね。
ちなみにテトラポッドは間違いで、正しくはテトラポッドだから気をつけてね。それは本当か？確かにテトラポッドとも聞くぞ。何時はどれだけ我をワクワクさせれば気が済むのだ。もう勝手にやっててください。では神化したこの我の姿について説明してみせよ。はい、じゃあこちら神かごのイラストについて説明していきたいと思います。はい、こちらでは静と動の動を表現しております。これ今互いの心が共鳴して、強大な力を手に、アグレッシブに戦っている姿を描いております。で、爆絶のこのシリーズの中で鍵を共通のモチーフとして描いているんですけれども、そちらの鍵のモチーフを今回は武器の森に、取り入れております。うん、我ながら神々しくも勇ましい姿だ。はい、今日はイラストのラフも持ってきました。こちらですね。はい、こちら神化前の初稿のラフなんですけれども、これはこれでとっても素敵なイラストで、見てくださった方にもこっちの方が私好きだっていう人もいるかもしれないんですけれども、こちら爆絶のキャラクターというところにおいてはもう少し神々しさとか威風を感じられるようなキャラクターにしたいなという思いがありまして、やっぱりちょっと特別なキャラクターになるように方向を修正していった形になります。うん、確かにこれはこれでなかなか悪くない。少年と共に戦う姿も勇ましくあるな。ねえ、知ってる？3月5日はサンゴの日！いや、それはもうそのままではないか。もうそれはそうなんだろうなって感じがしてしまうわ。いや、ほんとそれ大した情報じゃねえなって感じです。はい、じゃあ二来家内の怪獣のラフの方も持ってまいりました。はい、こちら全身のイメージなんですけれども、爆絶ということで、普段はあんまりこういう全身イラストを、ラフで起こすことはあんまりないんですけれども、爆絶ということでデザイナーさんが力を入れてくださったというラフをご用意していただきました。これですね、背中の部分がキャラクターに実際になっている方のイラストだとあんまり見えないんですけれども、実はこうサンゴ礁のデザインを生かしたりとか、こう貝がゴテゴテくっついてこう化石化したような全身のイメージになっております。ねえ、これ見て。ええ、エビを茹でて赤くなるのはアスタキサンチンというエビの殻に含まれるタンパク質が離れるからなんだよ。ちなみにそのエビを食べるからタイは赤くなるんだ。実はフラミンゴが赤いのもエビを食べるから。え、マジで？すごい。そうなんだ。いや、それは誰でも知っておるだろう。いや、そこ驚かないんかい。今日はかなり頻繁に入れ替わって少々疲れた。対話はここまでとしよう。はい、私も貴重な機会をいただけて嬉しかったです。話せて楽しかった。ありがとう。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。次のモンスルームで、話を聞きたいモンスターがあれば、ぜひコメント欄にコメントでリクエストしてください。ナンジラが海を愛し守っていけばきっとまた我と出会う日も来るであろう。さらばだ。グッジョブだぜ。フロアメリーズ走ってかかみんなでやろうぜ。力合わせの勇気を込もう。